ク分家、一番槍はお任せください。皆様、お帰りなさいませ。え、かん、猛毒、うん、そ、暗殺の、だが、あ、これより自分らは反董卓連合に参陣する。世を乱す元凶たる奸臣董卓を討つのだ。我らもろともに殿の道を切り開く先兵とならん。宗尽、よくぞ来てくれた。急増の部隊もお主がまとめてくれれば安心よ。恐縮です、殿。自分らの力存分に使っていただきたい。早速ではありますが、紹介したい者たちがおります。お、曹操殿、お目にかかれて光栄です。俺は李萬盛、今後ともよろしくお願いしますよ。いや、今日のいい予感はこれだったか。私は楽文献と申します。いろいろと部長法ではありますが、力を尽くします。学臣、あざなは文献。曹操が董卓打倒のため兵を募ると参陣した。文官を務めているが、高い身体能力の持ち主である。軍の記録係として学臣は日々任務に励んでいた。そんな折、彼は宗尽に呼び出される。ほう、二人ともなかなかの面構えよ。よし、お主らそれぞれに一軍を預ける。将として皆を率いてもらうぞ。なんと、いえ、いきなりそうおっしゃいましても。さすがにこの展開は予想しなかったぜ、俺。わしはお主らに将たる才を見た。才感ある者は相応のありようを示すのだ。話が急すぎて頭も気持ちも追いつきません。私に将など務まるのでしょうか。けど嫌な予感はしないぜ、学臣。俺たちで殿の期待に応えてやろうな。ん、その意気だ。いてん、学臣、自分と共に曹操軍を盛況たらしめん。はい、承知しました。李典殿、あなたは自身の予感を大切にしていますよね。なぜそこまで勘を信じられるのですか。信じる信じないの問題じゃないんだ。これが理由はわからないけど、ピンとくるんだよ。うまく説明できないのが自分でももどかしいけどな。お、またピンときたぜ、学臣。あんたとはうまくやっていけそうだってな。ありがとうございます、李典殿。私もその勘を信じます。一番槍は譲れません。
でどうでしょう。これでどうでしょう。限界に挑戦です。いい感じです。けど本当にいいんです。総分裂、曹操軍の先兵となるべく馳せ参じました。行くぞ。報告、止水艦方面敵将海雨に苦戦中。勇士たちよ、洛陽へ攻め上がり、董卓を打ち果たすのだ。これでどうでしょう。これでどうでしょう。
我々は友軍の援護へ向かう。急げ。馬がご入り用で。まっ、見ておれよ。クズどもが群れおって止水艦とポロ。もう抜けると思うな。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。進軍やめい。警戒しつつ防御陣形を展開せよ。敵の痛いところをついておる。狙うはあの地だ。行くぞ。村に盗作軍が攻めてきて、無理やり食料を。連合軍の進撃もこの止水艦で終わりだ。カユー様がいる限り誰も通さねえ。私らの手で抑える。目標は定まった。全軍進め。この俺が敗れるとは。連合軍の分大したもんだぜ。限界に挑戦です。いい感じです。微力ながら勝利に貢献できました。おう、お前の戦並大抵ではないな。行くぞ。見ておれよ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。目標は定まった。全軍進め。さあ子供が、俺を楽しませてみろ。Yeah!
間を抜けば洛陽は目前なのに、よりによって鬼神呂布が守ってるとは。準備完了。分不相応な場所、目障りな我が軍でもらい受けるぞ。機を逃してはならぬ。攻めんげい。我が軍の勢いもはや止められまい。迅速に攻略せよ。開いたぞ。どうなってる。我が部にかけて古老館を死守せん。いざ超分煙と勝負せよ。到達すら打てる輩に負けると、次に会ったら命はないと思え。呂布を倒すとは。この勢いで洛陽を攻めましょう。なんという部下、敵ながら感服するほかない。これ以上は耐えられません。お世様、私はここまでです。魅力ながら勝利に貢献できました。おお、頑張ってんだ。その調子でいけよ。目標は定まった。全軍進め。
敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。行くぞ。限界に挑戦です。いい感じです。のほど知らずのクズどもが、わしの主治の国の邪魔はさせんぞ。ふん、楽よなんぞくれてやるわ。さっさと長安へ引くぞ。薬族董卓を打ち払い、楽よを奪還した。連合軍の大勝利よ。みんな勝ちどきを上げ。正門の守りは固いが、この兵器で突破する。勝者進軍開始。呂布よ、守りは性に合わねえんだが、やるからには絶対に抜かせねえ。曹操様、一番槍は譲れません。うん、お主らが純育と各家が集めたという知者か。刀剣を打ち、徐州を我が手に収める。各々その際を大いに発揮せよ。
るんでいるな。士気の低い者は厳重に処罰する。ええ、まあまあ、慣れない土地に慣れない船、そりゃ疲れるよな。兵の中には病人も出ているとか、心配です。それを克服するのも軍務だ。は、はい。厳しいが、ウキン殿のおっしゃる通り、戦場で散りたくなくば、しっかりと訓練せねばな。はっ。おや、兵士たちに気迫が出てきましたね。ウキン殿と宗神殿の叱咤が効いたようです。ウキン殿、感謝する。貴公のおかげで兵らの気力が戻ったようだ。これも私の務めだ。しかしまだ問題は多い。慶州の兵の合流により、我が軍は急激に膨れ上がった。このような時は練度も士気も落ちるも、引き締めにも時間がかかる。そこを敵に疲れぬよう警戒せねばなるまい。まもなく孫権との決戦が。ギダもう混乱を抑えきれません。諸葛亮と周瑜の策がこれほど恐ろしいとは。火に包まれる前に殿をお助けしなければ。味方と連絡が取れません。曹操様の。残念ですが、もうこちらに勝機はないようです。もはや逃げるしかありません。皆隊をまとめ城陽へ撤退を。ここは私が引き受けます。窮地にあってこそ落ち着かねばならぬ。互いに仲間を援護し、包囲を打ち破らん。殿のお姿が見えぬのは気がかりだ。今は無事であられると信じるほかない。火がつくのは時間の問題だろうな。で、この状況だ。なんていうか、嫌な感じだぜ。慶州は関羽殿によって抑えられている。孫悟が中原を伺うならば、この合皮を狙うのは必然であろうな。嫌な感じってのは、敵に関してだけじゃない。李天殿。あんたが曹操殿や他の連中に信頼されているのは分かってる。けどな、俺はおじきのことを忘れちゃいねえ。ずっと前から曹操殿のために戦って、そしてあんたら呂布軍に殺された俺のおじきのことをな。こんなの乱世の常だろ。ああ、分かってるさ。呂布軍つってもあんたじゃねえかもしれない。殿にも水に流すって言ったよ俺。けど
そう簡単に割り切れるもんじゃないぜ。学神殿、果実の一番槍の剣を覚えておられるか。私は交渉ゆえ危険な役割を買って出たのだ。決して貴公の手柄を奪おうとしたわけではない。それをどうかご理解いただきたい。はい、分かっています。しかし私は脳のない人間。まっすぐ誰よりも先に敵陣へ飛び込む。ただそれでしか殿のお役に立てないのです。なんと、貴公槍天殿は曹操殿を旗揚げより支えてきた、いわば後進であらせられよう。ゆえに殿は貴公らに全幅の信頼を寄せ、この合皮を託されたはず。それを脳がないなどと。失礼、ぶしつけであった。許されよ。いえ、私は紹介にあたります。うちにわだかまりを抱いたままでは一丸となって孫悟に当たれぬ。この状況、いかにすべきか。長領殿、殿は漢中に到着し長老軍とぶつかった模様です。なら孫悟もそろそろ動くだろうな。さっきから首の後ろがチリチリするぜ。申し上げます、呉軍が合皮に向かって進軍中。ほら来た、予感的中だ。敵の数は？それが長江の対岸は孫悟の旗で埋まっております。おそらくその数は10万ほどかと。なんと10万って、こっちの10倍どころじゃねえぞ。10万の敵から合皮城を守りきる、果たしてそのようなことができるでしょうか。長領殿はどのようにお考えでしょう。城によって戦えば孫悟は数を頼みに絶え間なく攻め続けてくるはず。そうなれば疲労はたまり兵糧は尽きる。必定我らは押し込まれて敗れよう。ならばここは打って出るべきだ。はい、私も長領殿の意見に賛成です。今対岸にある我が方の拠点は敵のただ中に取り残されています。これを救出するためにも打って出なければ。そうだな、あそこと合流できれば兵と兵糧も確保できる。冴えてるな、学神。ならば合皮城の守備は他の者らに任せ、我らは出撃するとしよう。付近の城や呪春の味方を援助しつつ兵力を急合。その上で敵総大将孫権を狙う。学神殿、李天殿、これでよろしいか。承知しました。ああ、分かったよ。この状況じゃ恨みつらみを言ってる場合じゃないしな。かたじけない。いざ、我ら武と心を重ね、共にこの窮地を切り抜けん。これは孫権を討ち取る戦と心得よ。呪春より味方を押し上げ合皮に集結する。よし、直ちに守備配置につけ。
来たる戦闘に備えるのだ。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。俺たちの動きは蹴取られていたか。ならば仕方ない。一丁やるか。報告、五軍が向かってきています。何、敵の増援か。まさか俺たち挟まれてるのか。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。倒せばまだ終わりではない。強撃だと。奇襲するはずが、自分がやられるとは。与えられた任すら果たせぬと。気持ちを晒すこの惨めさよ。石帝の太子寺殿は無事だろう。いや、自分の心配は大きなお世話だな。微力ながら勝利に貢献できました。防御体制を取るのだ。我々義軍は攻勢に転ずる機会を作る。孫権の大老たちに孤立させるのだ。敵は何やら邪魔だ。ならば奇戦を制し、策を潰すまで。ねえ、五軍め、なんと間が悪い。迎撃せよ。豊作部隊を守り抜くのだ。突撃するなら今だ。工作部隊が一人も欠けておらぬと感謝する。実に見事な戦ぶりを。では我らは長子峡の破壊へ向かう。この工作がなれば五軍の退路を立てるはずだ。微力ながら
勝利に貢献できました。学神殿のご活躍、お見事。お、ピンときた。あそこが狙い目ってやつだな。ついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。よし、ここで防御体制を取るのだ。橋が見えるな。おそらくあの橋が五軍の退路となろう。節帝様、我らも進軍を再開します。行くぞみんな、目指すは小司教だ。誰よりも早く。よし、手だれのようだが、やむを得ん。工作地点へ向かうには奴を倒すしかない。逃げていた、止められた。節帝様、小司教に取り付きました。橋の破壊工作を開始します。微力ながら勝利に貢献できました。ラクシー、あんたなんで器用なんだ。その身のこなし、すごすぎだろ。ここで敵を食い止める。鉄石の石を持って迎え撃て。ここは引くぞ。いずれまたやり合うとしよう。微力ながら勝利に貢献できました。
孫悟の勇士たちよ、行くぞ。合皮の血を制し、葬儀を押し返すのだ。孫悟の軍、なんという気迫か。いや、飲まれてはならん。迎撃の準備を。味方の援軍来着までに地ならしを終えねば、用地となる砦を確保するぞ。えい、これほど無様に負けるとは。敵将の気迫が上回ったということか。五軍から合皮を守り抜いたぞ。みんな勝ちの気を上げよう。俺らの勝利だ。皆一丸となることで五の大軍を退けられた。趙文衍、貴公らの奮闘に感謝いたす。来るって分かってたぜ俺。敵を追い返す。兵器部隊攻撃準備。五軍が引いていく。私たちは合皮城を守りきることができたようです。10万の軍勢なんて意外と大したことなかったな。ってのはさすがに冗談だ。とにかく終わったぜ。合皮を守った上に孫悟の軍に大打撃を与えた。これで当分奴らも攻めてきやしないだろう。義天殿の勘がそういうのであれば何よりも信頼できよう。長領、学臣殿、義天殿、貴公らのおかげでこの戦力差を覆すことができた。わだかまりを捨て共に戦っていただけたこと心よ。こちらこそ恐縮です。まあ実際戦ってみれば俺たち結構いい取り合わせだったんだよな。そうか、曹操殿は。とにかく俺たちならこれからも呉を打ち破っていけそうだ。うん、学臣殿、利天殿、改めて。あれは呉の大軍勢が攻め込んできたと聞き、援軍を率いて駆けつけたのだが、まさかもう戦が終わっているなんて。おお、早急殿、かたじけない。孫悟の軍勢は学臣殿と利天殿の尽力により迎撃が叶いました。いえ、長領殿の先導と活躍あってこそ一丸となって戦うことができたのです。そうそう、長領は怖いくらいだったな。孫悟の連中なんかすっかり怯えて、長領が来たって叫ぶだけで逃げ惑ってた。なんと、さぞ激しい戦だったのだろう。みんなご苦労だった。どうかしばし休んでもらいたい。その間合皮の守備は俺が引き受ける。お気遣いいただき恐縮です。ではお言葉に甘えさせていただきます。そうだ、利天殿、殿からの伝言です。合皮が落ち着いたら城に顔を出してほしいと。利天殿に一体どのような要件なのでしょう。ああ、なんとなく予想はつくな。利天殿が戻られるまで合皮は我らが死守する。道中気をつけられよ。まあ頼む。パッと行ってさっと。学臣は長領、利天と共に合皮を防衛。彼らの息の合った戦ぶりは孫悟の大軍を戦慄させた。戦前までのわだかまりはもうない。3人がいれば合皮は安泰、そう思わせる大勝利だった。学臣は
堂々と凱旋の途につく。一番槍は果たせずとも、信頼できる仲間と共に戦えた誇りを胸に。いろいろあった戦も一段落。こうして三人で馬を並べて帰れるなんてな。この戦い、私にとっても貴重な経験となった。李天殿、そして学信殿にも感謝せねば。そんな、恐縮です。私こそお二人にどんなに感謝しても足りません。顔面な考えを捨て、仲間のために尽くす、それが勝利につながるのだとよく分かりました。あれほどまでに一番槍に固執していた自分が恥ずかしい限りです。何の、私も少々不遜が過ぎる部分があった。それ言うなら俺も我慢が足りなかったよ。こちらこそ不仲をまた蒸し返してしまい恐縮です。城が見えてきました。ここは私が先に向かい、到着を皆に知らせてきましょう。おいおい、一番槍はやめたんじゃなかったのかよ。いかにも